ジチェンは中国の自転車競技選手、ハルビン氏出身、チームジャイアントイコールアルペシン所属。2006年に香港のコンチネンタルチームのプラファームでプロ入りし、2007年よりスキルシマノに加入した。スキルシマノに入った当初は国内でも全くの無名選手であったが、2012年にはミラーのサンレモを中国人として初出場し、逃げを決め完走を果たした。 同年に中国人として初めてグランツールの一つ、ブエルター・エスパーニャに参戦し、再開ながらも完走を果たしたほか、19ステージで区間関東賞を獲得。2013年にはジロでイタリアにも出場したが、途中リタイアとなった。2014年、中国人選手として初めてツールドフランスへ出場し、完走を果たした。これによりじは中国人として、 初めて三大ツールのすべてに出場した選手となった。2006年、プラファームに加入。2007年、スキルシマのに移籍。本格的にプロレース活動を始める。2008年、2010年、2012年、2014年。ありがとうございます。